宮迫です。はい。ということで、今回、宮迫さんの宮にしましょうか。これね、あの、ニュースで出てまして、宮迫が、宮迫を辞める前に多くありました。今は YouTube の収益も報告、なんか LINE のニュースでなんかあったんですけど、まあ、これネットにもニュース流れてて、お笑いコンビ、えー、YouTube じゃない、元、元お笑い、 コンビ雨上がり決死隊宮迫がオーナー焼肉店の訪れ宮迫のお金事情を明らかにしたとでここで、ね、興味深いんですけどえっ、ー、と YouTube 儲かってないんですかと質問すると結局儲かっている人は一人で撮って一人で編集してるっていう人うちは社員が結構おるやんかと現場が3人事務所の管理人の人編集チームの人収益だけでは回っていかない案件とか入ってこないと回っていかない YouTube のの収益の現状を話したっていうところでなんかこれ出てるんですけど一、ね、人最強ですよ本当に一 <laughs> 人でノー編集が最強ですマジで YouTube に関しては一人でノー編集が最強ですでなんで最強かっていうとそのかかる時間ですよねそうだから編集ってもうやり込んだらキリがないんですよ 一週間かける人もいるし、今 YouTuber の人で一、ね、週間くらいかけてやってる人もいるんですけども、切りないんですよ、編集ってマジで。どこ目指すのかっていうところで。だからね、僕はその、位置取りだと、この位置取りで終わりなんですよ、時間は。だけど、ほと他の人の YouTuber の人って、位置取りしても、結局そこに編集を入れるんで、5分の尺でも10時間かかるんですよ。まあ、その編集どれくらいやるかによってですよ。 だからテレビ番組とかもそうなんですけどいろんなコマを撮るんですよ。もう何日間にかけてコマをね映像を撮る時間ですよね。で今度そのコマをその5分に集約するだからカットする使わない映像もいっぱいあるんですよ。てか使わない映像の方がいっぱいあるんですけどでそれを編集の時に持ってきてどれ使うかでこれ切る切らない。でそこから、えー、カットの入れ方切り方そしてテロップ。 演出の仕方とかそういうのをやっていくわけなんですけど相当時間がかかるんですよねだから僕がおすすめするのはノー編集で淡々と喋るっていうねこれが一番あの自由ですね <laughs> 自由で一番儲かるっていうね時間も儲かるしうんだ結構ねその動画の本数多いって言っても編集時間ないので多分動画の編集してる人よりね結局時間全然少ないんですよ なんかやってるよこれがマジックなんですけどめちゃくちゃやってるように見えて実はやってないっていうこれね結構マジックなんですね <laughs> <laughs> や,っやってる風マジックですね <laughs> みんなあの見えないとこで編集してますからねヒカキンさんもめちゃめちゃあの昔ヒカキンさんの動画でその編集してるなんかその一日みたいなんでもうあのタイムラインー編集ソフトのブワーッと BGM ブワーッ 大変だなみたいな <laughs> 寝れないですあんなやってたら。うん、あもう僕はもう仕掛金さすげえなと思いますけどね。僕も楽してるんで、うん、全然編集してないからね。めちゃ楽っすね。ほんと楽っすよ。うん、だやっぱあと一人がいいってことですね。うん、やっぱ一人最強だと僕は思いますけどね。うん やっぱこんだけね、宮迫さんみたいにこんだけチームでやってたら、やっぱ金分配しないといけないので、相当本当に儲けないときついっすよ。うーん。多分宮迫さんの YouTube の収益って多分2、300万ぐらいだと思うんですよ。おそらく。まあ最近見てないんで分かんないですけど。でもそれがね、2、300万で、その社員がね、まあ多分10人いたらいくらですか、300万で1人、1人 10人いたら一人30万か。ああ <laughs> 300万上がってるけども、一人30万みたいなね。10人に割ったとするならば。うん。で、宮迫さんの取り分いくらやって話ですよね。俺ゼロみたいなね。スタッフに30万払ったら終わりみたいなね。300万稼いでるけど。うんまあ、その中でもね、この人もっと多くとかいろいろあるでしょうから。う まあだから普通の、だから30万だったらね、夢ないですよね。どうですか ?30 万に夢がありますかまあ300万だったら夢はあるかもしれないけど、30万だったら普通のサラリーマンと一緒じゃないですか大した。大した変わんないですよね。うん。でもまあそれが現実だと思いますけどね、チームでやったら。何人でやるか、何人の構成でやるのかによってね。 全然多分儲かんないと思いますね。だから要は違うその YouTube は広告として他のビジネスで大きく上げていかないと、まあ、難しいかなと思いますね。かヒカルくんとかは上手いですけどね。結局その他のビジネスですげえ売り上げ作ってるんで。うん。だあんな感じでその企業を巻き込んでこう大きくやっていかないときついと思いますけどね。まああとはまあ圧倒的なまあバズり力ですよね。 まあ一人でやった方がいいと思います。一人で <laughs>。本当に一人が最強だと思いますね。い、うん、ってらっしゃい。